あ、なんでセレソン畳んじゃったの？周りの人にせめて年末ぐらいは5人が揃った姿見たいとか言われて、あ、もうなんだこれみたいな。違うんだ。まあ、なんとなく役者を やったら歌が出せるんじゃないかみたいなところで始めて最初ねだからきっかけはだからもう演劇とか映画とかそういうことに対するなんかリスペクトとかそういうところから始まってないから、うん、だからでも逆に強いかもなんか客観的に見れるよね芝居をねだからちょっと僕が作ってるお芝居は、うん、あの演劇がにアレルギーがある人たちが見ても、うんなんか割とそんなにあの特に映像の業界の人たちって、うん、演劇嫌いとかっていう人結構多かったりしてあだからなんかそこ行くとなんかうちのやつはそんなでもないみたいな、うんうん、なんかちょっと小難しいことではないしすすすすすちょっと分かりやすいすすすす笑ってみたいな泣けてみたいな泣けてそうだからなんか、うん、そういうところで行くとそもそも作家で何かを表現したいとかってわけでもなかったし、うん、演劇とかに対してそういうこうアレルギーっていうかみたいなのもあったから、うん、だからそれこそ なんで正面振って喋ってんのとか、うんうんうん、なんでそんな不自然なのみたいなことの方が強くてあそういう違和感があってあだから僕が今やってるなんかもうずっとそこにと変わってないんですけど、うん、なんかその違和感を全部取ってってる感じがあでリアルだもんねあ、うん、っていう感じがしますセリフ回しもそうだし、はい、会話とか芝居自体もリアルを追っかけてるそう言ってもらえると、はいねはい、あそういうことなんだな、はい、それででも、まあ、だから自然にこう自分で集団最初東京セレソンから始めて、はい、最初はもう主催者だったのそうです養成所時代の友達と2人で始めたんですけど、うん、あとその作家さんと、うん演出家の人がいてそれ以外はみんなオーディションしたりとかであだからぼんやりとしたチームがあってでそこから僕が作演出するようになってからも、うん、基本的にはだから制作とかがいないから大変だったんですよ。あ全部やったんだ。そうなんですよ。チラシ配ったりね、劇場持ってったり。だから毎回やってくる人にそれだけはちょっと協力してくださいってお願いして、うん、いろいろその毎回参加する人たちに、うん、いろいろお仕事をある程度の人がいるやつはあれして、うんうん、とにかくだから大変でした。制作とかがなかなかこう定着しなかったりして メンバー自体は 2,3 人でであとはもういわゆる客演だけどレギュラーの客演みたいな感じっていうスタイルだったの、ね、ただ自分で書くようになってからは制作と役者やってくれたやつが行ってでも基本的にはそれと2人でやってましたねおでその人も女性だったんだけど1年ぐらいして田上さんも私ちょっと結婚しますやめますって言われてあもうお金管理する人に戻ってどうしようとかそんなだからその都度お願いしたりとかなんかそうだから劇団みたいにしてガッてなってやってる人たち羨ましかったですね、うん、みんなでこう同じ方向向いてるっていうのはあとみんなね飯食えてない役者なんだけど仕事はしたがらないんですよ俺は役者だからとか私役者女優だからとかってもうね俺だっていっぱいやってるじゃんみたいないわゆるあの芝居以外のことはやりたくないみたいなその制作的なこととかあるねあるあるでジョーさんあれじゃないだって若い頃から自分で劇団やってるから、うん、やってるそんなのいっぱい見てきてるじゃないですかいっぱい見てきてる
劇団あと途中でプロデュースユニットにしてるから同じような、はいはいはい、だから劇団が嫌でプロデュースユニットにしたんだけど、はい、プロデュースユニットやったらこっちが嫌になっちゃってまた劇団に今回帰してるっていう感じかな今。だからなんかある程度のこう思いがある人は自分の世界観作りたいし、うん、だからこう引っ張っていく人とついていく人っていうかそこに乗っかっていく人ってもう割とパカッと分かれちゃうからもう本当に無理やりお願いしてやってもらうか、うん、だからこっちはいろんな制作のことから何だったら書いたり演出したりいろんなことやってるのに、うん、この人たちはそれぐらいやってよと思うんだけど、うん、本当やってくんないんですよね、うん、私女優ですからみたいないや俳優だからさ俺みたいなね。いや分かるな。だから俺なんかあの初めて紀伊国屋でやったり本田劇場でやった時達成感が俺しかないのが寂しくてしょうがなかった。周りがなんかこうグループでこうねーガーっていくとみんなよし本田劇場だ紀伊国屋だみたいになったと思うんだけど一人ではしゃいでる感じがしちゃってあちょっと虚しかったね。そうですよね。でもそれはそうあの始めた頃よく感じてました。だから仲間で大学でこう仲間たちでグループ立ち上げてみたいな人たちがやっぱり多いから、うん、それ日芸とか、うん、あそう日芸もねとか早稲田とかもそうだけど、うん、出身でこういうグループ作ってみたいな人多いから、うん、そういうの見てるといいなと思ってみんなで同じ方向向いて。そう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 、うん、まあそれもだから引いてみれば自分が楽したかったんですけどちょっと俺も楽させろみたいな自分で全部やんなきゃいけないもんね。そうなるとね。ね、本当ですよね。本当に制作みたいなこともね。いろいろありますけど、安心の医療体制で笑顔いっぱいのフロンティアの介護に決めました。介護のことはフロンティア。363-133。で、タックフェスにしたのはなんでセレソン畳んじゃったの？あ、グループ離れたんだっけ？喧嘩したの？もうでも、うん、そもそもが、うん、だからそのプロデュースから始まって、うん、スタイルから始まって最初の97年に旗揚げしてるんですけど、うんうん、で2001年からデラックスになって、うん、そっから5年ぐらいはずっとプロデューススタイルなんですよ。ああそうなんだ。で、あいつ1人しかいなかった、あの実際のメンバーっていうのは、あのスタッフさんという立ち位置にいる人はいましたけど、うん、あまあ、ちゃんとマネージャーを立てて、うんうん、お金払ってちゃんと雇って、うん、で逆に劇団のメンバーっていう風にしたのって結構遅くて、あこれを持ってでその時には結構応援してくれる人たちがいたんで、うん、なんとかだからねそれが良くなかったっていう感じもするんですけど、うん、だからみんなね乗っかってるんですよね言っちゃなんだけど。あ安牌だと思われて周りが、例えばだからこっちで全部ブログ用意して、あアカウント用意して、うん、でみんななるべくファンのために更新してねって言っても、うん、やっぱ更新しない。あやっぱそれは与えられたもんだから、あだからでこの劇団をもっともっとみんなの力で上に行こうぜっていう葉っぱをかけても具体的に何かをしようというのはない。あだからそういうことか、そういうつもりで、ただだから僕たちは俳優だから女優だからっつって、うん、だから女優に関してはみたいな感じなんだけど、うん、まあそういうことですよ。だから女優としては研鑽を積みますよ。だけど別にチームのために何、うん、かするっていうのとはまた別ですよねみたいな、うん、それでちょっと嫌になっちゃったというか、だったら一人がいいやみたいな。だからね、ことなのかな。で、まあ、みんなメンバーが、うん、もうとにかくみんな自分たちで一人一人がきちんと自分の足で立てるように、うん、みんなもっと自分を、うん、何かにチャレンジするとか、うん、自分たちでユニット作って始めるとかそういうのでもいいし、うん、なんか新しいこと始めるとか、うん、で何やってんの最近バイトしてますだからそうじゃなくて、うん、なんかもっとないってで、うん、例えば劇団のメンバーだからって毎回出られると思わないでって、うん、それこそ今みんな出たいっつってすごいオーディション受けに来てる人たちいるから、うん、だったら俺はそっちでやるよってやる気ある人たちと、うん、だからそれはその人たちと負けないぐらいの気持ちみたいなのもね、うん、ないとなかなか辛いでしょって言って、うん、でもなんか多分それは全く届いてなかったな、うん、
で最後 4,5 人になった時に、男5、6人、4、5人になった時に、なんかあの年末年始は割とちっちゃいところで、あの撮ってあのやってたんですよ、それぐらいは毎回メンバーでやろうみたいになってて、あのもうプロデュースで毎回いろんな人たちが来てたから、劇団のメンバーが毎回全員出れるとは限らなかったんで、じゃあその年末年始であのやってるちょっと規模が多少小さいやつは、って言ってて、じゃあみんなで何やりたいかさ考えてきてって、もう自分たちの時間使ってもいいし、こういうのやりたいとかっていうのあったらそういうのみんなでやろうぜみたいな、とにかく何も考えてもらう。あー、それでもういい、いいやじゃないけど、それ今か絶対今来る電車の中で考えてきたよねみたいなそんでちょっとそこで なんだったら花より団子見てなかったりするわけもうプロデューサーだとかそれ監督だとか毎回見に来て気使って使ってくれたりしてるんですよ、あ、そう、それでだ、それこそ松本潤だなんだっつってみんな見に来たりして、で一緒飲んだりして、って言ってて、朝ドラ出ましたっつって朝ドラ何百回全部見る人じゃないけど、でも俺書いてて、ルーレンドラぐらいだったらちょっと見てね、それを見てないってことが発覚して、お前ちょっと待って団子見てねえだろみたいになってお前ピーとこんなみんな来ていろいろやってくれてるのに何これっつって、って言った後にもうお前なんだよちゃんとしようぜそれぐらい、お前事務所うちの事務所にあるんだから DVD、ただで見れんだから借りなくても、持ってって見りゃいいじゃんって、って言った次の時に違うやつがもう一人また見てないのが発覚したお前それがタクフェスへの時代だったんだ、もうだから、え、先月この話したよねこいつにみたいなそれも 1,2 年経ってからですよ、だからマジでもうだからもうなんか何なんだろうこの人たちは、期待をするのが疲れちゃったでしょ、そう周りの人で、分かるな、で、結局その時の年末のやつは、もういいお前らやんねえんだったらじゃあ俺一人でやるっつって、俺ソロアクトライブやってるっつってソロアクトライブやってソロになっちゃったんだしたら周りの人にせめて年末ぐらいは5人が揃った姿見たいとか言われて、もうなんだこれみたいな違うんだよと思って、でまあもうそういうね言ってくれるのもまあ嬉しいしょうがないけど、もうそんなんだったからもうあのおんぶに抱っこじゃなくて自分でちゃんと、あの事務所いたってね、劇団いたってそうだけど、結局は自分だから、そうね、あの私たちの商売はだからセリフプロデュースができないとダメだもん役者って、どっかでね、絶対に、だからそれはあの俺が最終的に何とかしてあげるとかって思わないでってずーっと言ってたんですけど、分かってもらえなかった、なんとかなるって、美味しいとこだけもらいたいみたいなことだったのかもしれない、まあ、ちょっとね、そういうあからさまには、なんか美味しいのことだけくすねてやろうっていうふうなことではなく、なんとなくなんとかなるって思ってた、多分みんなが一人辞めたやつは言ってた、ここに乗っかればなんとなくなんとかこのまま勢いで生活できちゃうんじゃないかとか、あのなんとなくそのうち売れんじゃねえかっていうだからそのうち売れたりしねえからっつってだから頑張ってんだみんなっつってチャンネル登録、グッドボタン、高評価、お願いします。よろしくお願いします。俺ぜひエチュードやりたくて、ダクバ君と。3つありまして。3つ。日本と韓国とインド、どのバージョンがよろしいですか。全然面白いものができる気がしないんだ。すいません、あのちょっと間違ってたらあれなんですけど、何あのジョーさんですか、いろいろありますけど安心の医療体制で笑顔いっぱいのフロンティアの介護に決めました。介護のことはフロンティア 363-133